はい、アハキ国史です。思い出し訓練シリーズということで、今回は付随運動についてやっていきます。いろいろと問いかけをしていきますので、思い出す訓練をしながらですね、この動画をご視聴ください。ではまずですね、付随運動とはどんなものでしょうかということですけれども、付随運動はですね、意思に基づかない非合目的な運動で、原則としてですね、健常人には出現しないということですね。自分の意思と関係なく動いてしまうという運動です。ではですね、付随運動の種類にはどのようなものがあるかということですけれども、まあ、全部ではありませんが、主なものを挙げていきます。まず、心線ですね。それから、ジストニア。アテトーゼですね。舞踏病用運動、バリスムス、ミオクローヌス、チック、羽ばたき心線ですね。これらのものが大体どのようなものかということを思い出す訓練をしてみてください。はい、まず順番にですね、心線からいきますね。心線は、まあ、震えということですね。ジストニアについてはですね、筋緊張異常による異常な姿勢であったり動きです。それからアテトーゼですね、手足などの緩慢な旋回運動ということです。舞踏病用運動ということで、まあ、踊るような動きをする。バリスムスはですね、上下肢ですね、上下肢全体の振り回すような運動。で、ミオクローヌスですね、痙攣的な運動。チックについては突発的な運動や発声ですね。それから羽ばたき心線、これはですね、固定支持保持困難での動きということでですね、固定の姿勢を保持できないということです。で、参考動画のですね、リンクが YouTube 動画説明欄、概要欄に記載されてますのでご覧ください。で、YouTube の動画説明欄というのはですね、動画の右下に三角のボタンをクリックすると、このようにですね、説明欄が出てきますので、この画像には貼ってないですけども、各種関連動画をですね、それぞれの付随運動の動画をリンクを貼っておきましたので、こちらをご覧ください。では、一つ一つ見ていきます。まず、心線ですね、心線。震えですけども、規則正しい律動的な震えということです。で、主動作筋と拮抗筋が交互に運動するということです。いくつか種類があってですね、安静時心線といってですね、安静時、じっとしている時にも震えてしまうのはパーキンソン病などで見られます。それから姿勢時心線ですね、本体性心線とも言います。で、動作時心線ですね、小脳性の心線。同じ震えについても、じっとしているときに震えるのか、あるいは何か動作をしようと思ったときに震えるのかで、少し細かく種類があります。で、2番目、ジストニアですね。ジストニアについてはですね、体幹や四肢のねじれるような力強い持続的なゆっくりした運動ということです。で、主動作筋と拮抗筋が同時に収縮するということが原因です。それから3番目、アテトーゼですね。一定の姿勢を保持しようとするときに、タコの足が這うようなゆっくりとしたですね、付随運動です。で、腕の関節の屈曲とか海内とか、前腕上腕のですね、海内外転、海外内転と回るような運動が特徴的です。で、そのために姿勢を保持できなくなる現象ということです。で、代表疾患としては脳性麻痺ですね。
で、アテトーゼの語源としては、まあ、アというのが反対語、反意語ということで、テトーゼというのが持続ということの意味ですけども、まあ、持続できない、姿勢を保持できないということから語源になっております。4番目ですね、舞踏病用の運動ということで、まあ、これは不規則で目的のない非対称性の迅速で多様性の運動ということで、顔面、下四肢の遠位部などで典型的に見られます。で、手を曲げたり伸ばしたり、舌を出したり引っ込めたりですね、目を開けたり閉じたり、首を曲げたり伸ばしたりする、ような素早い動作ということです。で、落ち着かない印象を与えます。で、代表疾患としてはですね、ハンチントンの舞踏病というのがありますね。それから5番目ですね、バリスムスですね。で、上肢下肢をですね、投げ出すような壮大な運動ということで、荒い動きをするということです。で、原因としてはですね、視床下核ですね、視床にして、下にあるですね、脳のですね、視床の下にある神経核ですね、大脳基底核の構成要素の神経核ですが、そこの血管障害と言われています。それから6番目ですね、ミオクローヌスということで、これはですね、一つまたは複数の筋肉に生じるピクッとした動き、まあ、筋収縮ですけれども、随意的にやろうと思ってもできないほど素早い瞬間的、電撃的な運動ということです。はい、7番目、チックですね。チックについてはですね、反復して起こる情動的な運動ですね、運動性チック、または発生、音声チックといってですね、反復する動きであったり、発声、声を発する発声の音声チックというのがあります。で、本人の意思とは無関係にですね、突然に一部の筋肉が動いたり、声が出てしまうという状態です。それから8番目、羽ばたき新鮮ですね。で、羽ばたき新鮮についてはですね、上肢を挙上して、手首を伸ばしたときにですね、ちょうど鳥が羽ばたくように手首をですね、パタパタと動かしてしまう現象です。で、前腕の神経群が一時的にですね、中断することによって起きると言われています。で、代表疾患としては肝性脳症ということですね。はい、もう一度復習してみてください。はい、今回は以上になります。